こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、新生活保護のテーマでお話しようかと思うんですよ。まあ、というのがある方が、新生活保護ではないですね、生活保護ですね、生活保護のことについてちょっとね、動画をくださいましたね。これ限定公開なんで内容はちょっと細かくお話しできませんけども、その中で何点かね、気づいた点がありました。一つはですね、私は生活保護費をもっともっと30万なり40万なりに上げていかないとね、やっぱ30代、40代、50代の方っていうのはやっていけないんですよ。やっていけないというか、その金額じゃないと健康で文化的な暮らしは成り立たないと思ってます。その収入が生活保護であろうとも、労働で得たものであろうとも、株式配当で得たものであろうとも、ね、男一匹、大人一匹ね、一匹って言い方あれですけどもね、大の大人がね、男女ともにですよ、40、50代になって10万、20万でやっていけますか？ね、お中元とかお歳暮とかどうするんですか？お正月は、誕生日はやれてますか？ね、四季折々の服、贅沢ですか？こういうのを買うのが、年に1回もしくはシーズンごとに新しい服を買うのって、そんな贅沢なことなんですかね？その服を買うことすら贅沢って感じるような、そんな世の中に日本はいつからなったんでしょうか？私は全く贅沢じゃないと思いますよ。健康で文化的な生活でしょ。清潔でその時の季節に合った服、去年のボロボロのをね、着回すんではなくて、もちろん服の管理もちゃんとした上でですよ。その辺にほっちらかしたりとかね、ハンガーにかけずに放置しておくとか、洗濯したのをね、ぐちゃぐちゃっとやっておくとか、そういうのは、まあ、除いてですけども、健康的、分析的な暮らしを送ろうと思ったら、そこそこの金額が必要ですよ。その金額が10万、20万ではないと思います。ただこれを言うとね、そんなこと言ったら働くのがバカバカしくなるっていう人がいると思うんですよ。いわゆるモラルハザードの問題です。いや、確かにそれはあります。働いても働かなくてももらえるんだったら働かないよっていう人は出てくるでしょう。でもですね、私たちは忘れているモラルハザードがあります。それはですね、生活保護じゃとってもやっていけないから、盗みを働く、泥棒をする、人を傷つけて物を取る、強盗をするとかね、それとか生活保護がきついから逮捕されてね、わざととか刑務所に入ってそこで3食昼寝付きで暮らそうっていう人も出てくるかもしれません。こっちの方のモラルハザードどうするんですかって話なんですよ。だから人を犯罪に走らしてね、犯罪には必ず被害者も出るんですよ。このモラルハザードに比べたら、働かずにお金をもらうっていうモラルハザードは随分と良心的じゃないかなと思います。まあ単純比較はできませんけども、単純比較をあえてするならね、お金がないことによって犯罪を犯してしまうことによって被害者まで出てしまう。そして結局犯罪を犯した人を刑務所で養う、もしくは裁判をする、そういう手続きに誰がお金払うんだって話ですよ。だったら最初からはいどうぞってお金あげた方が、まだ世の中のモラルは保たれると思います。もちろん一定の手続きをしてですよ、生活保護というものが受給されるようになったら、受給額は生活保護も一律ではなくてね、いろんなこう段階を設ければいいじゃないですか。何かを頑張って、それでも生活保護の方、体力的に厳しい方、まあ障害でも等級があるようにですね、生活保護の等級を設けたりとか、一般生活保護は15万だけども、じゃあ結婚したら25万にしようねとか、子供が生まれたら35万にしようねみたいなね、世帯的生活保護みたいなことを考えていいと思うんですよね。はい、ということでね、当事者が言うことが大事だなと思いました今回。よくね、生活保護の、話に行くと役所の方が冷たい態度を取るってことがあると思います。実際そういうこともあるでしょう。でもね、思い返してもらいたいんですよ。これはどっちが悪いか私は現場にいないんで分かりませんけども、その役所の係員さんに分かってもらえるように話してますかってこととかね、だから話し方次第ってところもあるじゃないですか。つまりあなた次第なんですよ。生活保護を申請するあなた次第ね、生活保護をすいません受けようと思うんですけどって方でも、係員の方がね、あ、この人には受給してほしいなと、確かになっていうふうに分かってもらえれば話は進むんですけども、生活保護は国民の権利だろうみたいな言い方してカチンとくるような話し方したら、こんなやつがいるから生活保護が無駄に使われるんだっていうふうに係員の方に思われちゃいますよね。はっきり言って係員の方だって全員に平等に対応しようとは思ってますけども、とても人間だからできません。気に入る気入らないって絶対あるんですよ。でそこを突っつくとね、みんなに平等にしろって言われたら揚げ足取りになってくるんですよ。またね、売り言葉に変えておく言葉で、こんなことできるわけねえじゃないかって腹の中で思われちゃうわけですよ。だから相手の立場を尊重してね、今回動画を送ってくださった方は非常に伝え方が上手だったと思います。で、自分だけが言ってるわけじゃないんだよと、いや本当にね、実際頑張って働こうとしてもいろんな問題抱えてダメなんだと、
申し訳ないけども生活保護のお世話になってるけども、それを抜け出してね、私は生活保護費が10万15万、これで自分の人生やっていけないから、どうしても労働市場に戻りたくてもがいてるんだと。今は助けてもらってるけども、必ず働いて納税で恩返しする時がある。その時のためにちょっとね、力貸してもらえませんかっていうのと同時に、いや、この金額じゃやっぱりね、抜け出すにも抜け出せませんよって。だって人からもらったビール1缶まで申告しろって言うんでしょと。確かにそれは建前上係員の方は言わないといけないかもしれませんけども、もらったもんまで金額ね、弾き出してやってたら、とてもじゃないけど誰も物をくれなくなりますよみたいなね、そんなことになっちゃったりね、いろいろあると思うんですよ、うん。まあ、だからね、ここで言いたいのは、当事者の方が係員の方に伝える、そうすると係員の方が現場で起きてる問題に気づいて、それを上司に報告する、上司に報告したことは国会で話題になる、この経路ですよ。そういうところもやっぱりやっていってほしいし、で反面ではですね、まあ、私みたいに、うん、ちょっと言い方ちょっと悪いかもしれませんけども、生活保護は多分使わないだろうなっていう私みたいなのが、いや、にしても生活保護費こんなひどくないとか言っていかないといけない、私の方もね。で、私は確かに自分ではお金に困ってないけども、だけどもお金に困ってる人がいるっていう現状があってね、で、そこに何その制度の古さとかに何気づかないの、俺が言わないとみたいな感じですよね。これ制度を作った方に言いたいんですけども、いや、こんな昔の制度を未だに振りかざしてね、当時は消費税もスマホもインターネットもない時代ですよと。じゃあ今の形の生活保護を今から作るとしたら、本当にこれでいいんですかってことですよね。で、逆に生活保護費を減らしたりとかね、社会負担を増やしたりとか、逆行してるじゃないかと。これでどうやって生活保護で暮らせっていうんだ。もっと言ったら、生活保護から抜け出そうとしても、ちょっとバイトをすればね、その分だけ生活保護をさっ引くみたいな感じで、所得がずっと上がらないこのね、疲労感、どう思いますってことなんですよ。いくら頑張っても収入が上がらなかったら、じゃあ頑張るのやめようかなっていうふうな、まさにモラルハザードが来るじゃないかって話になっちゃったりするんですよね。で、当事者の方に、生活保護を受けてる方とか、生活保護を受けていた方、これから生活保護になりそうな方に、ちょっと私ね、お願いしたいのは、やっぱ声を上げることなんですよ。YouTube ただじゃないですか。YouTube で声を上げていきましょう。ブログを書いてもいいと思います。SNS でもいいと思います。いや、生活保護これちょっときついよと。これ弱音を吐くんじゃなくて、現状報告ですからね。だから役所が悪いとか、自民党が悪いってことは、ちょっとね、そっち置いといて、とてもじゃないけど、ありがたいんだけども、これではでも現実やっていけないですよと。ね。切り詰めて切り詰めて、いつ服を買っただろう、いつ友達の誕生パーティーやっただろう、結婚式にお祝いにも行けない、祝儀も渡せない、これが健康で文化的な暮らしですかというところですよね。で、最後になりますけども、生活保護の方といえども消費者なわけですよね。じゃあ消費者さんというのは、消費金額が大きければ大きいほど生産者を助けるわけですよ、いわゆる企業とかをね。じゃあそうなった時に、このデフレの原因の一つは、生活保護の方が切り詰めなければならない暮らしを強いられているってことです。仮に生活保護の方が今ね、一律に全員プラス10万とかっていう支給額がボンと上がったらどうします？少なくとも5万円ぐらい毎月使うでしょ。そうなったらどうします？世の中で5万円の需要がたくさん増えるわけですよ。ね、在庫に溜まってた商品売れますよね。価格競争に陥ってしまった飲食店さん、値段戻しても大丈夫ですよ。生活保護でもらってた方がプラス5万とか10万だったら、その分使ってくれるじゃないですか。だから要するに、国民の中で切り詰める人が多ければ大きいほど、これは経済の周り悪くなるんですよ。それよりも、もらったお金はもう使っちゃえみたいなね、多少放慢に行かないと多少あぶく銭がないと、消費者動向指数は変わっていかないですよ。消費者物価指数ですか。だから消費をもっともっと起こさそうと思ったら、消費者に金を渡すことですよ。これはね、全国民に伝えたいですね。で、私にはね、車を何台か持ってますけども、経費むちゃくちゃかかるんですよ。でもそのおかげで、車の整備士さんとかね、ガソリンスタンド、近所のガソリンスタンドとか、車のアクセサリーショップとかね、儲かるじゃないですか。これ経済動くじゃないですか。でも車を持たない人ばっかり増えると、車産業潰れますよ。いわゆる日本の車産業が世界に遅れを取った原因がここにあるんじゃないかなと思うんですよ。ね、世界のトヨタ、日産と先行していたのに、日産はもうね、終わってしまった。トヨタもこれからどうなるか分かんない。じゃあ日本にどんな産業が残るんですかと。自動車産業の裾野はどうするんですかと。裾野がなくなったら、じゃあ生活保護の方がね、自動車産業で働こうかなと思ってもいけないじゃないかっていう、全部つながってるんですよ、こういうふうに。で、そういうことをね、今回感じましたね。
ということで新生活保護まだまだ語り尽くせないところはありますけども今回は以上です。新生活保護党首久保哲郎が生活保護制度の古さをぶっ壊す。新しくしていきましょう。支給額37万モデルです。